どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかで続きいきましょう。事件のポイント。事件はヒーローオブヒーロー受賞式の後発生したっす。それは変わらないだろ。引き返して死体見つかった。死因の特定に時間か。はい。ここで待とう。死因って、胸に刺さっていたナイフじゃないんですか？そう考えるのが素人の浅はかさってやつっす。現場写真をよく見てほしいっす。プロが注目するのはこのマフラーっす。マフラーっすですか。首にぐるぐる巻きになっている布切れのことっす。ああ、はい。襟巻きね。じゃあ、ナイフは？被害者の死後、念を入れて刺されたらしいっす。はあ、用心深い犯人ですね。解剖記録のデータを法的、はい。ナイフで考察後、ナイフで刺される。空のギターケースが不審な点。まあそうだろうな。どうしてですか？いや、だってカラーっすから。忍者なんじゃ真っ赤なギターがトレードマークだったっす。それが現場から発見されなかったっす。あ、こういうのはどうですか？ファンの一人がギター欲しさに犯行に及んだ。どうです？我々もそれは考えたっす。しかし、ギターケースには被害者の指紋しか残されていなかったっす。被害者の指紋だけ。そうですか。ちょっと残念ですな。なるほど。その後、ギターケースは事件だか関係ないことが分かったです。関係ないという根拠は？あの夜、現場のホテルバンドにギターは存在しなかったっす。どういうことですか？真っ赤なギターは結局テレビ局のスタジオにあったっす。被害者の藤見の遺産はケースだけ持ってきてたっす。中身を入れ忘れたということですか？それ、重さに気づかないか、普通。受賞式のステージでもギターを持っていなかったっす。ギターケースは最初から空だったわけですか？その通りっす。事件に関係しようがないっす。そんなところで十分だろう。被害者はまずマフラーで首を絞められた。そして絶命した後、犯人は念を入れてナイフを刺した。それでは、次に進もう。警察がなぜ大トロ信号を逮捕したか。その根拠についてだ。ついに来たか。では、証人、証言をお願いします。は。大トロを逮捕した理由。大トロと被害者の藤見の功はライバルの関係だったっす。互いの存在が邪魔だった。それが動機っす。そして、証拠。まず、忍者なんじゃのボタンがあるっす。衣装から引きちぎられたボタンが大トロの袴から発見されたっす。さらに凶器のナイフには被告の指紋がはっきり残っていたっす。被告はナイフを買って準備をしていた。これは計画殺人っす。凶器のナイフに被告の指紋が。ベトベトになるほど指紋まみれだったっす。はあ。そしてこのボタンっす。それが被告人の衣装から発見されたわけですね。これもまた血で汚れていますが。その血痕は、被害者のものであることが分かったっす。ああ、なるほど。これは、もう決定的ですね。まさにその通り。いかがかな、弁護人。穴だらけですね。強がりは結構。さっさと無駄な質問をしたまえ。尋問開始。大トロを逮捕した理由。大トロと被害者の藤見の功はライバル関係だったっす。互いの存在が邪魔だった。それが動機っす。なるほどね。まあ、とりあえずこれだろ。ボタン。そのボタンですが、被害者のものだという証拠は？意味がわかんねえっす。いや。このボタンが忍者なんじゃの衣装からむしり取られた。それを立証する証拠はあるかと聞いているんです。でも見た感じそっくりっすよ。それに、被害者の血がついてるし。血ぐらい、誰かが擦りつけたのかもしれません。三つ木刑事、助けてほしいっす。よし、やっぱりそんな証拠なんか。いいと。ボタンは当然、糸で衣装に縫い付けられている。それがむしり取られたわけだ。衣装側の糸とボタン側の糸の先端。
ほつれている部分を照合したところ、両者は完全に一致した。さす、ぴったり一致したっす。ねえ。さすが密林剣士ね、隙がないわ。あー、なるほどね。大トロの袴から発見された。凶器、これ指紋ちょっと気になるな、これ。指紋はどういう風についていましたか？え、意味がわかんないっす。指紋を調べれば、被告がナイフをどう持ってたかわかります。普通に持っていたか、それとも逆手に持っていたかと。あ、なるほど。その発想はなかったっすね。感心されてしまった。やれやれ、証言を聞いていなかったのか？ナイフには被告人の指紋がベタベタついていた。犯行の瞬間どう思っていたか推測はできないほどにな。ふん、そのナイフ、被告のものだったということですか？はあ。ナイフを買っていたからといって、計画殺人とは限りません。残念ながら、このナイフは折りたためるタイプではないっす。こんなもの、用もなく持ち歩くやついないっす。まあ、いったな。計画殺人と立証されたらおしまいだぞ。奈良田くん。はい。今の証言、あからさまに気になるところあるわ。買ったわけじゃないんじゃないか、これ。うん。だって、そこまで計画するんだったら、もう、そんな、ねえ、指紋なんて残すわけないもん、まず。はい。証拠、はい。まあまあ、ちょっととりあえず、ここだろうな、気になるのは。はっきり残っていた。で、買っていた。あ、ほら、坂東と、絵に刻印されてる。これどうでしょう？ちょっと待ってください。なんすか？計画殺人。その根拠は、あらかじめナイフを買っていたからですか？その通りっす。このナイフは被害者が、買ったものではないんですよ。どういうことっす？ナイフの絵をよく見ればすぐわかることです。え？坂東と刻印されているようですね。坂東？どっかで聞いたような。ホテルの名前ですよ。ホテル坂東。あ。凶器のナイフはホテルのものだった。犯行は計画的なものではなかったんです。確かにそうなります。これは大きな。なんですか？密林検事。失礼。弁護人があまりに必死だったもので。なんだと？犯行が計画的だったかどうか分かりきったことだ。どういうことだ？確かにこのナイフはあのホテルのものだ。そんなことに気づかないバカは警察にはいない。気づかなかったっす。問題は、そのナイフが一体どこにあったものなのか。それはもちろん被害者の勲さんの部屋なんでは。残念ながらそうではない。被害者は殺害される前に食事をとっている。しかし、テーブルの上に注目していただきたい。あるね。ナイフとフォークが揃っています。では一体、このナイフはどっから？ここで、今度は被告人大トロ信号の被害者を思い出してほしい。テーブルの上だ。ない、あ、ない。やっぱりそういうことが足りないものがある。ナイフが一本。我々は残された食器の指紋を調べた。足りないのは大トロ信号のナイフだった。大トロは食事に使ったナイフを持って被害者の控え室に行った。ではなぜナイフを持って行ったか。殺意があったからだ。以上。この犯行は計画的だったことを私なりに立証してみた。確かに筋は取ってんだよな。次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。マコマリ製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。